雪に横たわる米兵の死体運ばれる死体発見された米兵マルメディ虐殺事件は1944年のバルジの戦いの最中に発生した武装死に兵隊による戦争犯罪。1944年12月16日、ドイツ軍はラインの守り作戦を発動、ベルギー南部からフランス東部に展開した連合軍に対し、 ルントシテッド構成として知られる大構成を開始した。その翌日の12月17日、構成の主力を務める第 6SS 装甲軍の戦法ヨアヒム・パイパー親衛隊中佐ヒキール・パイパー、戦闘団がベルギーのマルメディとリヌービルの間で、米第285砲兵観測大隊に遭遇した。短時間の戦闘の後にアメリカ軍部隊は降伏し、 パイパーら部隊主力は、進撃を再開した。後には、監視を命ぜられた、独軍兵士たちと共に、捕虜150人が十字路の近くの野原に集められ、武装解除され、後方に送られるのを待つばかりとなっていた。一人の親衛隊将校がピストルを引き抜き、最前列に立っていた衛星兵を撃ち、次に隣に立っていた兵士を撃った。他の親衛隊員たちも、 機関銃で銃撃に加わったなぜそのような事態が発生したかははっきりしていない。虐殺の被害者は資料により72人来し84人。生き残った捕虜の多くは森林に逃亡し、犠牲者の死体はそのまま放置された。アメリカ軍の偵察部隊がその夜、虐殺現場を発見し、ニュースは連合軍内に素早く伝わった。その後独軍の構成は、 失敗に終わり、米軍は1945年1月13日に、虐殺が発生した地点を奪還、1月14日と15日に、遺体が回収された。独軍側の記録、証言によれば、米、第285砲兵観測大隊の、トラック渋滞と遭遇したのは、先方戦車部隊であり、両者の目的地は共にエンゲルスドルフであった。 一国でも早く進軍しなければならないと判断した。先方戦車部隊は、捕虜手続きをきちんと行わず簡易的に武装解除、しただけで、捕虜に見張りもつけずに置き去りにして、進軍を再開してしまった。結果、置き去りにされたまま立ち尽くした、米軍捕虜の数名が再び武器を手にした。急いでいたため、すべての武器を回収できておらず、 武装解除を完全に行えていなかったのだ。戦場に置き去りにされた人間が、つい武器に手を伸ばしてしまうのは、仕方のないことであろう。そこに、後続戦車部隊がやってきてしまった。状況がきちんと伝えられておらず、後続戦車部隊は武器を手にした。数名を確認、捕虜ではなく、敵部隊と勘違いして、攻撃を開始した。不完全とはいえ武装解除された。 米軍兵士に反撃するという選択肢はなく、逃亡するしかない。そこで逃亡を制止すべくさらに、発砲、犠牲者が増えていくという悪循環に陥ってしまった。捕虜に見張りを立てておけば防げた事態ではあったが、当時、物資が底をついていた独軍にとっては捕虜を確保することも、ままならず、武装解除だけして、即解放ということも珍しくはなかったのだ。 対戦末期における防戦一方の中で、独軍は混乱しきっており、情報連絡もままならない状態であった中で発生してしまった悲劇である。戦後、パイパー侵衛隊中佐をはじめとして、パイパー戦闘団に所属していた武装侵衛隊員74名が逮捕され、1946年5月にマルメディでの殺人容疑で裁判が行われた。しかし、捕虜殺害が、 パイパーら独軍指揮官の命令によるものであると立証されることはなく多くが死刑判決を受けたが後に減刑され1956年までに全員が釈放されている現在では戦闘中に偶発的に起きた事件であり多数の捕虜が虐殺されたのは事実であるが計画的に行われたものではないとするのが一般的な見方である事実 アメリカがこの事件を独軍を求断する上で政治的に利用したことはこの裁判で独側の弁護側証人として出廷した米軍第30不評師団の幕側中佐の証言が無視されむしろ独軍に協力したとして告発されてしまったことからも伺うことができる。なお釈放後パイパーは偽名でフランスに陰遁していたが1976年 正体が発覚し自宅に火炎瓶を投げ込まれて焼死した。ありがとうございます。